はい、どうも、こっち、こんにちは。今回はドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、久々すぎて、ちょっとゲームやんのが久々すぎて、ちょっとあれなんだけど、アートウォークに行った後か。だから、この、ヒューゴ・ダミアンと、あとジョセフかなと一緒にアートギャラリーかなんかに行って、で、その日のあれかな You got that かなで、とりあえず、まあ、方針としては、もういきなり本題入っちゃうけど、まあ、方針としては、てか、これまで振り返った時に、ジョセフ1回、ヒューゴ1回かな。ダミアンはあったよな。で、クレイグは、直接的ではないのかな。こうやって積極的なとこはあるんだけど、あ、ヒューゴはあれか。水族館のやつか。これあれか。まだ選べるか。オッケーオッケー。あ、でもここに見えんのか。好感度。そうだよね。だから一回行きゃハート1個か。なるほどね。まあ、もうてなるとな、やっぱなんか絞った方がいいんだろうけどな。まだ見たいよな、でも。ちょっとブライアンとロバートはちょっと今回、触れるかな。ごめんね、なんかブライアン、ロバート推しがいたら申し訳ないけど。ブライアン、ロバートはちょっと今回俺の、あれだ、触れないかもな。好みじゃねえわ、あんまり。で、マットとクレイグ。まあ、クレイグはでも、ごめん、長々と喋るけどね。クレイグ逆に、クレイグ要素割とあるから、この、プライベートタイムで。マットとか行ってみるか、一回。マット見てみようぜ。熱烈な音楽ファンでコーヒー愛好家。普段はコーヒースプーンって店で豆を絞った飲料を売ったり、マナ娘と公園で遊んでる。80年代のノーウェイブミュージックに詳しい人。あ、ミュージックね、やっぱり。楽曲。バリスタで、コーヒーと曲だな。コーヒーはでもプライド持ってそうだからな。あんまり絡まない方がいいかもしんないな。曲だな、やっぱ。音楽ね。オッケーオッケー。ちょっとやっていこう。マット・セラっていうんだな。初めて知ったフルネーム。私はダットブックのマットのページを開き、メッセージを送る。うん。いや、バーベキューパーティー抱いてよかった。また会えるといいんだが、今度。バーベキューパーティー以外でもあったけどね。この前のクレイグのお茶会であっただろ、お前。今夜サウンドガーデンにライブを見に、あ、いいじゃん。え、今夜連れて行けんの？連れて行ってもらえるの？あれか、チケットとかいらないタイプかな。ライブ会場の名前は小さなアゴヒゲが流行っていた時代に聞いていたバンド名が由来さ。あ、こっち見ればよかった。出演前の説明にこれほど言葉を尽くせる人がいるとは思わなかった。まあ言ってみるとするか。たまにはコンフォートゾーンから出るのも悪くない。うん。いや、見せろ最後のメッセージ。閉じんのが早いわ。待てよ。最後にライブに行ったのはいつだっけ？私はデニムジャケットを着てモラルパニックに陥った10代がオカルトに傾倒するようになった思い出を通して数十年前の記憶をたどろうとしていた。10代が数十年前ってことはやっぱ30、40ぐらいか。あの頃私は長いな、マレットヘアだったとか、あれをかっこいいと思っていたとは、いやいや他の奴らもクールだったと思っ、クールだった。と思っていただと。その頃によく聞いていた80年代のプログレッシブロックを思い出し、駐車場にあったエアブラシでペイントされたバンに思いを馳せる。全くどうやって80年代を生き残ったんだが、80年代に生きてたってことは、まあこれが売られたのがでも2018とかだから、やっぱ40ぐらいか。って言うと、40とかも50ぐらいか。これまでずっと同年代の他の父親たちもクールだと思って、あ、でも10代で聞いてたってことを考えたらやっぱ40中盤から後半。それ何かあったの？あ、まだどうすればパパはクールになれると思う、うん、コーヒーを入れてきていい？長い夜になりそう。パパは大真面目だ。マットがライブに誘ってくれたんだが、お前が生まれてから一度も行ってないからどうすればいいのかわからないんだよ。覚えてないの？私が12歳の時に一緒に行ったじゃない。結構最近じゃない？そしたら、6年ぐらい前じゃん。10代前半の若者たちの記憶が怒涛のように押し寄せてきた。思い出した！どうやら今まで必死に記憶を消そうとしていたらしい。いい席を取りたくて、二人で前日夜から泊まり込んだライブか。お前は涙を流して絶叫し通しだったよな。ん？パパ、あのライブにはそれ以上の体験をさせてもらったし、私は恥ずかしいと思ってないから。恥ずかしくないだと。お前がファイルの中にボーイズバンドのメンバーがキスしてる絵を隠してあったのをパパが見つけた時は恥ずかしがってたよな。ん？そうだけど、もっと際どい絵は見られてないし。
とにかくそれだけ覚えてるならライブは大丈夫。でかくてギラギラするボードを担いで泣いてればいいの。会場は狭そうだな。マットの出演、マットによると出演するのはパンクバンドだと。DIY ガターパンクみたいなバンド、スラッシュ、それともストレートエッジ、お願いもっと教えて。ポストパンク、プロトパンク、それともジェレミーパンク。これ実際にあんのこれは。わかんねえな、俺。ジェレミーパンクって。それは私が今作った。パパが気づくか試して気づかなかった。ポジティブハードコアじゃないの。マットが言うにはカナディアンパンクらしい。なら大丈夫だね。結構あれなのかな、やっぱカナダってところで、どっちなんだ、結構、しっとりしてるのかな。友情や礼儀がパンク精神の核心をつけるとは思えないんだが。パンクはパパが考えているような危ない音楽じゃないってこと。カウンターカルチャーの革命よりずっと大きなものになったの。パパはただ音楽を楽しめばいいの。それだけ？それだけをモッシュピットに飛び込むわけじゃあるまいし。そうか、なら安心だな。それとも、急にまた来た、また来たぞ、急に来たぞ。もしセットイワゴールズのパーカーを着た人に商品を買ってあげるって言われても断って、それにその人とデートしちゃダメ。素敵なレストラン連れて行ってくれるけど、3回続けてごめん、財布を忘れてきたんだって言われるから。何の話だ？何でもない、今夜は楽しんできて。嫌な思い出か、お前の。ライブ機の一着選んだ。8時にコーヒースプーンに着くと、マットは外で閉店作業。あ、そっか、仕事か。いや、来てくれて嬉しいよ。準備はいい？ん？生まれて、お、いいね。これいいんじゃない？これ結構ロックでしょ。どんな状況、どんな結果になると私は乗り越えてみせる。片目だけ開けて眠れるし、殺す覚悟もできてる。君はどうだ？おっと、そういう感じじゃない。ごめんなさい。実はペットロックが流行っていた頃からライブはご無沙汰なんだ。やっぱあんまこう調子乗らない感じの方がいいか。普通にやっぱシンプルに音楽が好きなんだな。そういうなんかこうイエーって感じじゃなくて、シンプルに音楽が好きなのがマットなのかもしれない。だから結構無難な感じ。音楽を知らない程度、綺麗なおじさんで行こう今日は。どうなるか想像もつかないよ。アマンダにせがまれて全員がボードを掲げて泣き叫んでいるボーイズバンドのライブについて言っただろう。そうだな。僕も来月、お前の声忘れちゃった。来月2度もチケットを予約させられている。この前のライブのグリッターがまだ車に残っているよ。健闘を祈るよ。とにかく君にとって久しぶりのライブなんだろう。きっと楽しいって、僕と一緒にいれば大丈夫さ、悟空。このシーンはすごく親切なんだ。最高だってを保証する。質問がある。なんだい？シーンって。もう短く笑ったな。おいおい、言われてみればシーンってちょっと変な言葉だと思ってさ。シーンっていうのは同じジャンルの音楽を愛する人たちのコミュニティを意味するんだけど、一方でその音楽を好きだと認めようとしない音楽ジャンルという意味もある。マットは虚空を見つめている。彼は何も言わないが、サブカルチャーシーン、複雑だな。すぐに慣れるって。とにかく今日は楽しむこと。ほら始まるよ。お、ライブだ。結構先入りじゃないこれ。結構な先入りだと思うけど。入場待ちの短い行列に並び、私たちはこれは間違いか。小さなホールに入った。一方にはその正面ステージがある。アマンダに近いぐらいの年齢だ。あ、結構若い子がやっぱメインなんだ。人生全盛期はいつだったんだ。年もとってもアマンダは私を愛してくれるだろうか。マット来てくれたんだね。男はいない。男出てこない。じゃあモブか。相立ちを求められるとびっくりするよ。私もだよ。僕は小動物みたいなものでさ、大きな音と集団が苦手なんだよ。あ、そういうタイプなんだ。まあまあでもそうだよ、ね、音楽が好きだから来てんだもんな。だからその、なんていうの、フェスが好きとかじゃなくて。音楽が好きだから来てんだもんな。フェスってか、まあライブか。そいつは最高だね。そんなマットってあれ有名人なの？相当ライブな、あいつもライブに来てんだ。ここの人たちが怖くて仕方ないよ。へえ。ビールを買いに行こう。ちょっと闇があるかもな。なんか演じてるのかな、頑張って。君は人気者らしいね。
そうかも、よく来てるからね、いいところだよ。こいつの声忘れたわ。ごめん。でもいつだって僕が面白おかしく振る舞えるのは5分だけで、その後はじっと立ち尽くすしかできないって思い知らされるんだ。どこに手を置けばいいのかばっかり気になるし、それに口の中で舌を置いておける場所もないし、やっぱこのライブとその空気感はあんま好きじゃ苦手なんだな。あ、舌はどこに置けばいいんだ。究極だな。確かにな、意識したことなかった。ほらね、私が君を知って5分以上経つが、君の魅力と面白さは有効期限が切れてないよ。まあ見てなって。すごくフレンドリーだね。あ、シンって言葉使ってるね。この音楽が好きだってことを認めたがらない人がいるなんて考えられないよ。あ、物販コーナーを見に行こう。あら、なにこれ、ちょっと。あ、セクシーおじさんいいんだけど。セクシーおじさん、なにこれ。マットと私は部屋の隅にある T シャツやレコードを並べた物販コーナー。はいはい。10代の若者は10代か、これ。おってらっしゃい、見てらっしゃい。いろんなジョインを揃えてるよ。鑑識眼をお持ちのライブ客なら誰もが欲しがる T シャツにタンクトップ、それにライブグッズまで常連客なら欲しがるどんなものでも揃ってるぜ。うん、そうなんです。あなたは音楽について実に詳しそうだ。どうですか、カナダが生んだプレミアパンクロックバンド PUP の12日レコードだよ。若旦那、いいな、言いたいけどな。ここちょっとどうしよう。でもさっき外したからな、こういうタイプじゃないかもしれない。そういうタイプ苦手かもしれないからな。これちょっとノリ悪すぎるよな、さすがに。これが普通でリアルだよな。リアルだよな。これはちょっと結構感じ悪いわ。はっきり言うのはいいことやけど。よ、若旦那、皆様、実に熱心なセールストークには感心いたしましたよ。興味を惹かれましたが、疑わしいのもまた事実ですな。人生において様々な素晴らしい品物を消費してきた私めにとって、どうすればあなたの商品が信頼に足ると言えるでしょうか。パブロ、名前ついた。目利きのお客様から素晴らしい質問の声が上がりましたね。お、これ良かったね。 OK パブロ、その辺にしておくんだ。少年かこれ。よ、マットさん、お友達が迷子みたいだからちょっと商売させてもらおうと思ってね。調子はどう？ぼちぼちだね。小川さんはどうしてる？まだ独身。マットさんさえよければパパになってくれてもいいんだけど。それで毎日君の相手しろって。そういうこと。ところでこの人は？ああ、動くんだよ。ライブに友達を連れてこようと思って。悟空はクールなの？もちろん。あ、よろしく。どう返せばいいかわからない。確かにこの一連でやりとりどう返せばいいのかわからないな。世間一般人たちがあまり親しくない人に深夜の情を示したい時にあるようにパブロの背中を軽く二度叩いた。パブロはすごいんだよ。こう見えてベースを弾かせたら技術はピカイチなんだ。まあね、そうだ。ウィッチハウスのバンド活動はいつから始める？おいおい、僕はもう演奏しないって知ってるだろ。そいつはざ、なんだこれ、なんだこれ、急に来たな。 A かな、ベイキャンドかな、ベイキャンドベイルかな。 A を三角にしてんのかな。これだけ投げられてもわかんねえ。 VCND かな、ベイキャンドだよ多分な。パブロこそバンドシャツをプリントしないで本気で音楽をやればスターになれるだろう。そうだ、すっげえクールなロゴ T シャツがあるんだ。このシャツすごくいいな。急に入ってきたな。前座が始まるみたいだ。近くに見に行こう。えい。全員混雑し始めてるステージまで。はい。楽器もハープシーコード。いやー、調子はどう？ジョナサン・ジョーンズとスピー・クイージー合唱団です。僕はダニエル。さあ、勝敗。お前らどこや、ごめん、雑にやるわ。まずい奴らだ。何？不協和音。あー、そういうことね。あ、ま、音楽はない。そっか、俺多分ね、著作権のなんたらこうたらでね、音楽消してんだよ音楽がね。私に店をよこす。ありがとう。
もう凄まじいまでの音のボイルが収まった。演奏はひどいものだが楽しそうに演奏する奴らだ。まあまあ確かに学生バンドとかね、そういうのは大事だよ。自分で真っ二つしたとかさっぱり意味がわからない。つかの歌は間違いなくまだまななくず、おい、あいつはステージで塩を燃やす担当なのか、結構あれなのか、暴れる系か。な、君はライブによく行くのかい、なんだって。もう一度聞こうや。だから君はライブによく行くのかい、なんだって。ここは粘るしかない。だから君は、ほら、やっぱこれだな、ここよ。そうだな、聞こえてないようだ。私は諦めて音楽を楽しむことにする。この熱心な姿勢よね。やっぱり何回でも聞こう聞こうって、あんたのことを知りたいんだってこう見せること、これが好感度上がりますから。演奏10分、同じ曲しか演奏しねえのかよ。1セット終わったと思ったが、ドラマーがサックスのソロ演奏中に足首を捻挫したせいだった。うわ、それなりに見応えはあったよね。でも PUP はもっとすごいって保証するよ。聞きたいことはたくさんあるが、納得できる答えは得られなそうだな。ああ、彼はそのために足首をくじいてるんだ。演出ですって言ってるけど、あれは本当に怪我していると思うよ。もう一杯ビールを買いに行こう。まあ、そしてここも、あ、これ PUP がだからあれなんだな、結構目玉バンドなんだな。出口はどこだ。出口はあるのか、閉じ込められちゃうのか、ならあんまだにもう会えないのか。でも急に来た、焦ってるね。あ、マットだ。ああ、そう、まあ確かに人が、人混みがね、人混みになってくるとやっぱ見失っちゃうからね。一緒に行動しないと、一緒に行動しててもね、間に入っちゃうから。人が見失ったかと思ったよ。まったく冷や汗をかいたよ。僕もさ、え、ステージに連れてかれるの。ああ、びっくりした。もっと場所に戻ってくることができた。次のバンドの登場を待つ。いつもこんなに混んでるのか。ああ、ああ、PUP は大人気。PUP でいいのかな？プッ、プッ、プッペ。プッペなのかな？ライブにはよく行くのか？もちろん、ライブ会場に通うのは何よりも好きだからね。音楽を聴いてそれと一体化するのも素敵なことだけど、大勢と同時に同じ部屋で一つの音楽で繋がれるなんて、まさに魔法みたいな体験だよ。犬に襲われた。クソ、僕はこの小ささを恨むぞ。急にそこに挟むの？トイレ行きたいってここ繋がるんじゃなくて、急に、まあ、話は続けるんだ。ライブをそんな風に言うのは初めて聞いたよ。素晴らしいね。ああ、来た。それとトイレに行きたいんだが。早く行ってきなよ。もうすぐ出番だぜ。アマンダとですね、じゃあシャイ。これにも。こいつの前、まあそうだな。ライブだもんな。まずい。学会生に集まれたし、また見つけられるだろうか。あら、ちょっとこれ、あれか、ゲームか。なんだこれ、なにこれ、ちょ、何ボタン、何ボタン、ちょ、何ボタン、何ボタンか教えろよ、おい。何ボタン、何ボタンか教えてねえ、何ボタンか教えて、何ボタンか教えろって、おい、おい、何ボタン、あ、十字だ。 WASD じゃないのかよ。 WASD だろ、普通に考えて。ね、WASD じゃねえの。今のご時世十字でやるやついるかなあWASD だろ、普通に考えて。めちゃくちゃダメージ食らってる。大丈夫、ちょっと回復、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 あ、来た来た来た。十字ボタン、ちょ、これむずくない、これ。ちょ、不定期だしな。これ動き続ければいいか、とりあえず。おい、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 遠いな、ライブか、ライブステージまで。オッケーオッケー。ちょっと、俺、結構さ、俺、キーボード今、斜めにしてっから、ちょっとやりづらいわ。ちょ、ワイプアウト。ちょっと待って、もう一回やらせてください。すいません。ていうか、十字ボタンって教えるよ、バカ。なあ。優しさってもんだろ、これ。マッドとのデートなんだぞ、お前、おい。
何やらせてくれてんの、ちょっとドリームダディ親切じゃねえな。ちょっとゲーム面白いけど。どれだかさ、十字ボタンねってこう書いてくれればいいじゃん、この左上とか右上にさ。 WASD だと思っちゃうじゃん普通に考えて。ちょっとこれちょっとマイナスだな。カウンターカルチャーの大会でマットを見つけるのは無理だ。ここで待つしかない。まあ確かに下手に動くよりはね、くすみて空気なのかな。心なしか距離を取られてるような気がする。体の肩を乱暴に掴んでユーティリティポケットの実用性、ああごめんマット耐えなかった。いや、やっと見つけたよ。すまない、君を絶対評価低いじゃんこんなの。ミニゲームも失敗してるし。最高のライブだったろ。ああ、君と一緒ならもっと楽しめたんだが、はい、次ははぐれないようにずっと手をつないでおこうか。顔が赤くなっていないだろうか。お腹は空いてない、腹ペコだよ。じゃあついてきて。お、ネオンサインが掲げた地、これデート終わったら終わろうか。ちょっと長いかもしんないけど。ベーコンと卵にがっつく。だから僕はピットで顔にタトゥーを入れた男のまさにそのタトゥーに肘打ちするつもりなんて全くなかったんだけど、そう説明しようにも彼らの顔はすでに真っ赤でさ。確かにタトゥーも赤かったけど、あれは怒りで真っ赤になってたんだ。彼は僕に詰め寄ってきて、僕はもう逃げ場がなかった。それで終わりだと思うだろう。でも突然ひらめいたんだ。僕は受け取って腕を伸ばすと、クラウドサーフィンでゆっくり退場さ。あの時の彼の表情は最高だったよ。彼に後でビールをおごってやって仲直りしたよ。今でも SNS でフォローし合ってるよ。可愛い子供がいるんだ。仲直りできてよかったな。あ、バンクはまだまだ死んでないっていうことだね。ミニバン運転してベビーシッターを雇ってるだけさ。どうやってそんなすごいコンサートを見て回ったんだい。昔はバンドを組んでツアーをしていたんだ。小さなバンドだったけど、いろんな州を旅できたよ。すごいじゃないか。貧乏でお金を集めるのに必死だったけれど、あの時の体験は何にも変えられないよ。でもそうだな。だからこそ僕はライブでたくさんの知り合いができたんだと思う。音楽の力って時に素晴らしいコミュニティを作れるんだ。特にこの街みたいなポジティブなエネルギーといいバイブに満ちている場所ならね。確かに私もその雰囲気を感じたよ。誰もが親切だった。特にあのパブロという子はいいね。ああ、パブロはみんなに好かれてる。彼のお母さんはシングルマザーでね、二人は苦労していると思うんだ。僕を尊敬してくれているから、できるだけ力になってやりたいんだ。君は優しいんだな。うん、ありがとう。僕たちみたいな独り身の親はお互いに助け合わないとね。仮面したらどうだい？ドラムを習いたいそうだよ。へえ。そうに耐えるにはアスピリンが大量にいるだろうからな。カーメンシタが悪いわけじゃないから仕方ないけど。全くことのしないものに偏っていてよかった。写真にコラージュ作りだろう。それにインターネットやってる。何かサンキューアマンだ。確かにな。家であるってなるとな、音しない方がいいよな。応援されたけど、それじゃあ彼女が反抗する意味がないように思えてね。何かに反抗してやるのもいいんじゃないか。例えば、おっと、これ、いやこれむずいな。ちょっと待てよ。ファッション、でもこれファッション別にそこまで奇抜じゃないぞ、マットは。方外の、なんかでもなんか字幕付きの外国の映画見るの好きって言ってなかった。外国映画のリメイク版？でもこれ、舞台が、アメリカなのかな。アメリカだから、いわゆるだからあれだよな、多分ドラゴンボールの実写化とかなんかめちゃくちゃ金かけてたよな。あっちは、アメリカかなんかが。そういうことかな。でもこれでも、夢があるじゃねえか。夢があるじゃねえかって言われそうだな。消費者主義。ファッション。ファッションはどうだろうな。あんまそこまで攻めてないからな、こいつがファッション。こっちだ。終わったと思ったろ。でも突然ひらめいたんだ。僕は受け取って腕を伸ばすと、クラウドサーフィンでゆっくり退場さ。あの時の彼の、あ、一緒じゃないこれ、なんか一緒。うん。あら、あ、なんかでもなんかマイナスではないな。二人で脂っこい大皿料理を腹に浸せるつめこ。シングルファザーって時々辛くてさ、寂しくなるんだ。うん。それはそうなんだけど、僕は、
すごく緊張するんだ、誰かと話すと。うん、こんなに来るなのに。私もだよ。自分のことを内向的だとも外向的だとも思ったことはないが、ただいつどんな時でも不安なんだよ。そんな君は大丈夫さ、すごく話しやすいしね。ねえ、細める。マットと私の娘について語り合った。共通点あるのはいいよね。近くまで戻ってきた。今日は本当に楽しかったよ。起きたら膝が壊れていそうだ。あ、それは僕もさ、うん、僕は普段から一人で出かけるのはあまり好きじゃないんだ。だから今日は君が一緒で本当に嬉しかったよ。でもね、うん、じゃあ今日はこれでクールなままでいてよ。私がクール、マットが私のことをクールだって。急に乙女なんだよな、そういうとこ。あ、いやー、でもこれ A か B だろ。 A かな、評価。結構ハートの渡せたから、まあ、A だろうな。 S はいかないだろうな。ミニゲーム成功してたら。ライブはどうだった？マットがパパのことをクールだって、うん、そうなの。あ、そっか、最初なんかクールがどうのこうの言ってたな。そういえば家出るとき、マンダパンダ、マットはパパをクールだと思ってるんだ。モーニングが盲人を導くんだ。もう寝るね。今度ピットで会おうよ。おやすみ、マンダ。マンダっていうのやめてくんない？ちょっと。マンダって言われたらアマンダにならないんだよ。あ、でも意外と、意外とじゃない？あ、引く、引く。うわぁ。うわぁ。これ B だったら。あ、B でもでも1行くんだ。やっぱデート回数なのかな。何これ。私は過去の君だ。どうした？これちょっと時間見よう。ごめん、ちょっと切り悪いけど。ここで終わるわ。じゃあ、あ、出した。